はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけでね、前回に続いてジョジョの一番くじフィギュア編ということでね、まずは H 賞、まあ全8種類で6種類当たったので、それをね、一つずつ詳しく見ていくことにしましょう。はい、まずはこちら第1部の主人公ジョナサン・ジョースター、早速開けてみます。お、蓋にセリフが書いてありますね。これ以上ディオに殺戮を許すわけにはいかん。あ、多分きっと個別でセリフが入ってるってことなんですかね、それぞれのキャラクターに合わせた感じで。はい、組み立ててみた感じこんな感じです。ジャンプコミック単行本の表紙ですね。表紙ではこの上半身、ここら辺までしか写ってなかったんですけど、コレクタブルフィギュアになったことでつま先まで、絵では描かれてない後ろの部分とかも結構ちゃんと作り込まれてるんで、完成度は高いです。帽子こんな風になってたんだね。これなんだろうね。はい、では次にこちらロバート E.O. スピードワゴン、セリフは「オラおせっかい焼きのスピードワゴン」です。はい、組み立ててみました。このポーズはあれですね、スピードワゴンが初登場した時に本当は帽子かぶってるんですよ。これが帽子なんですよね。これからなんかカッターの刃がスパンスパンって出てきて、もうくる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 回すっていう、とってもねすごい技を披露した時のシーンですね。ちなみに一回使ってからそれ以降全く技は出ませんでしたね。はい、それでは次にこちら第1部のボス、ディオ・ブランドです。セリフは、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかです。ちなみに僕は覚えてません。はい、組み立ててみました。紫を基調とした、原作にやっぱアニメよりもやっぱ原作の方に近づけたデザインになってるみたいですね。うん、凛々しい眉毛、髪金髪なのに眉毛黒いって染めたってことかな。天然の金髪じゃないのかな、もしかして。まあそんなことはどうでもいいですね。はい、デブランドこんな感じです。はい、それでは第2部の方に移ります。ジョセフ・ジョースター主人公ですね。セリフは、刻むぜ波紋のビート。はい、組み立ててみました。このポーズはあれですね、今回一番くじで A 賞になってるジョセフ・ジョースターと同じ格好ポーズですね。うん、まあ当たってないんですけどね、欲しかったな、本当にあれ欲しかったんだけど当たんなかったですね。あ、でもこれはこれでね、ほらここもなんだろう、なんていうの、ダウンの綿が入ってる部分もちゃんと再現されててかっこいいです。それでは次にこちら第2部、ジョセフの相棒かな、相棒のシーザー・アントニオ・ツェベリ、セリフは、冷酷残忍その俺が貴様を倒すぜ、ということで。はい、組み上がりました。シーザーのこのポーズは何だろう、シャボン出してる時のポーズなんですね。まあ、あ、欲を言えばシャボン欲しかったですね。まあさすがにシャボンとなるとクリアパーツ使わなきゃいけなくなるから手間かかるんでしょうね。まあでもこれはこれでね、ポーズかっこいいですね。こんな感じです。はい、それでは最後になりました。柱の男たち、風のモードを操るワム、ワム、お前の強さを尊敬してお前を打ち砕き殺すためにな。はい、組み立てた感じこんな感じです。このポーズはワムの技である、神綱嵐をやる直前の闘技、神綱のあたりですね。神綱なって言ってる時のポーズです。はい、危ない、なんか僕の動画で初の閲覧制限がつく描写が今あった気がします。まあ大丈夫だな。ちなみに多分このワムーのポーズというか、このコスチューム、格好を見る限りだと多分初登場の時のポーズですね。ここにあるやつでシーザーのシャボンヒュ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 ンって割ったのを覚えてます。はい、それではざっとね、ワールドコレクタブルフィギュア紹介してきました。しかしね、まだこれだけじゃないんですよ。もう一種類フィギュアがあります。期待しないでください。はい、あと一種類、これがラストです。ダン、 C 賞の空城城太郎稼働フィギュアです。 C 賞です。
賞の中で僕が弾いた中で一番ランクの高い賞になりますね。関節が稼働してあの名ポーズを再現、裁くのは俺のスタンドだのポーズですね。それでは開けましょう。よっよっ、おジョジョっぽいマーク、よいしょ。唯一の付属品パーツ取れない。唯一の付属品パーツグーです。グーの手です。はい、本体を見ていきましょう。はい、ビニールを取って、なんだろうね、画面では伝わらないんですけど、なんかね、独特な匂いが、鼻近づけると、ね、独特の匂いがしてきます。帽子と髪がちゃんと一体化してますね。原作通りだ。関節はもう動く動く。ポケットに手突っ込んでますね。よ、出せるのか。あ、出した。あ、手がない。なるほど、そのためのよし、そのためのグーですね。あ、なんか間抜けなポーズになったので、あ、なん、ここ足の付け根は動くんですけど、どうも膝は動かないみたいですね。足首は動きますね。あとはここマントが動きます。おお、躍動感が出るね。それと、あ、これは、あ、これも制服についてるチェーンも動きます。あとは確かね、これ、あ、帽子もね、帽子も左右に動くようになってます。顔には、なんだろう、なんか若干、あ、しゃくれてる。まあなんか若干違和感感じますけど、まあ大したもんではないですね。なんかやっぱしゃくれてるように見えるな。はい、こんな感じでね、帽子のつばに手を置くこともできます。俺のスタンドだ。はい、指差しのポーズもね、ちゃんとつけられるようになってます。あー、かっこいいよこれ。ジョジョのキャラクターたちのね、制服の独特な肩の、なんていうの、肩の盛り上がり、ここまで表現されてますね。服のシワもリアルですね。腹筋割れてるのがよくわかりますね。ベルトもちゃんとカラーパターンが2個、あ、後ろにもちゃんとあります。はい、それでは以上でジョジョの奇妙な冒険の一番くじフィギュア編の紹介を終わります。ありがとうございました。